京国立代々木第一体育館です。賞金総額1500万ドル、およそ18億円をかけて行われる年に一度のビッグイベント、バレーボールワールドリーグ、インターコンチネンタルラウンドと呼ばれるグループ予選の2周目です。これから第1周でギリシャに2連敗を喫した日本が、あのユーゴスラビアを破ってきたフランスと対戦します。この試合放送の解説は元カナダナショナルチーム監督前田健さんです。前田さん、よろしくお願いします。お願いいたします。3月末のトライアウトを経て選ばれた全日本が迎える初めての大きな国際大会ですが、メンバーも随分と変わりました。それではその日本のスターティングメンバーからご紹介してまいります。3番センターの伊藤信弘、6番エースの朝倉勇、その対角に新キャプテンとなりました11番の加藤です。12番復活なるかセッターの宇佐美、14番日本の攻撃の核です、スーパーエースポジション山本貴弘、16番センターには北川が入ります。そしてリベロには新しいポジションで再出発、1番ベテランの青山が入ります。率いる監督は田中幹康監督、選手として76年モントリオールオリンピック4位、84年ロサンゼルスオリンピック7位、2度のオリンピック経験があります。対しますフランスのスターティングメンバーです。7番エースのアンティガ、8番スーパーエースポジションのカペ、9番この選手がフランス注目です、3m64に手が届くグランボルカ、10番センターにモンメ、11番セッターにはドケルグレ、17番センタープレーヤーキフェールが入ります。リベロプレーヤーは2番のエノです。率いる監督はブラン・フィリップ監督42歳、プレーヤーとして2度の世界選手権、それからソウルオリンピックの出場経験があります。まあ、こうやって見てみますと、前田さん、はい、日本は本当にメンバーが若返りました。そうですね、まあ、特に、ね、加藤君が新キャプテン、はい、ね、まあ、あの気持ち的には、ね、もうあの練習からもうチームをよく引っ張ってますよ。その加藤がこれからサーブポジションに入りました。日本対フランス、フランスはあのオリンピック金メダルチームユーゴスラビアを下してきたチームです。日本のサーブから第1セットです。日本はこのサーブ非常に強化、力を入れてきました。まずはフランスです。1本目拾った日本、セッターは宇佐美、山本の最初のスパイクはブロックです。ポイントフランス、まずはフランスが先に1点を取りました。この高さという点で見ますと、やはり前田さん、フランスに分があるわけなんですが。そうですね、それとね、ブロックが非常にね、いわゆるゲーム慣れしてるブロック、はい、無駄のないブロックですね、高さには高く、あるいは低い、その速い攻撃にはそのスピードでという技術を持ったブロッカーですね、はい。しかしフランスにもミスがあって、で立ち上がりは1対1です。16番北川のサーブです。ジャンプサーブ、これはエンドラインの向こう側。日本もやはりこのサーブを強化しなければならないということで、もう全員がジャンプサーブを打つようになってきてはいるんですね。だいぶね、あの慣れてきてますけどね、はい、まだまだ安定感が悪いんですね。共にミスがあって2対1です。注目グランボルカがサーブに下がります。力をやや抜いたサーブになりました。もう1回山本に打たせてください。ワンタッチはありません。フランスのポイントです。宇佐美はスーパーエースポジションの山本に2本まずは打たせてきましたが、山本得点なく、現在3対1、フランスが2ポイントをリードしています。グランボルカのスパイクサーブ、リベロ青山が拾う。宇佐美レフトに回して朝倉です。最初のスパイクでの得点は加藤の対角、エースの朝倉が決めてきました。これ5年ぶりに日の丸をつけた朝倉ですが、加藤が前衛ではなく、この朝倉が前からスタートの日本です。山本がサーブに下がります。スパイクサーブ、サウスポー、ギリギリのところを狙っていきましたがアウト。このサーブ立ち上がり、ちょっとサーブミスが目立ってますね。そうなんです。ただね、今の山本君はね、ポイントを狙いに行ってますね。あ、なるほど、うん、ですから、はい、あんまりミス気にする必要ないですね。監督はあの同じミスでもミスをするなら意味のあるミスをしろと、そういうことですね。ポイントを残してる。これはブロックアウトです。日本にポイント、得点は4対3第1セット、現在フランスが1ポイントをリードしています。サーブには先ほどスパイクを決めた朝倉が下がって、そして加藤が前衛に上がってきています。日本です。力を抜いたジャンプサーブ、
サーブレシーブ返ったセッターロケルグレバックアタックできました。このスパイク決まらず日本にポイント4対4同点です。8番のスーパーエースポジションのカペ、朝倉のジャンプサーブ、日本が力を入れているサーブ強化、オーバーで拾うリベロのエノ、おっと拾ったがセカンドボール、キャプテン加藤が向こう側までダッシュしていきましたがポイントはフランスです。5対4です。しかしああいったプレー一つとってもこの加藤が新しいキャプテン、その立場をプレーで表そう、その部分が非常に目立ち始めてきますよ ね、 そうですね、日本はね、やはりね口だけではないっていうね、はい、彼は身をもって経験していくタイプですからね。3番センターの伊藤です。あの朝日健太郎が抜けて果たしてこの日本の次のセンターは誰なんだというのがまた大きな課題の一つでもありますが、クイックを決めてきた伊藤です。ポイント日本5対5、立ち上がりは互角の攻防となってきました。いいサーブです。しかしここはブロックがついている日本のボールです。セッター宇佐美、レフトから加藤に打たせたストレートスパイク、ドケルグレが拾って避難コスになる、エノからアンキーがクロスに決まりました。ここまでのスパイク決定率が 52.78%、 ここまで2試合の融合戦の記録です。アンティガ、このスパイクはいかがですか前田さん、うん、今のはもうねブロックがいないと思ってね、そのピンポイントで打ってきたスパイクでしたね、はい、先ほどのフランスは試合巧者で試合がうまいという話がありました。そうですね、あの辺りもそのプレーの表れの一つなんでしょうか。そのアンティガ今度も力を取れますね、うん、今度はブロックにオンと、あアウトマーカー、あー、うん、なるほど、最後のボールがね、アンテナの外、アンテナに触りましたね、うん、そうです。しかしこれは惜しいプレーでした。このシーンです。このボールを、あー、これ綺麗に入りました、うん、ナイスプレーですね。結果的にこの後プレーには得点にはつながりませんでしたが、非常に会場を沸かせた山本のダイビングキャッチでした。時間差できました加藤です。ボンネがライトから3枚ブロックの上、スーパーエースポジションの加藤です、カペです。ここでテクニカルタイムアウト、フランスです。フランスアンティガのサーブです。加藤が拾う、その加藤に打たせました。サンアンティガが拾いました。ミラントスになるリベロのエノ、リバウンドを拾うプレーか、もう一回エノが上げるカペです。アイアのナイスキャッチ、そして山本クロスに打ちました。ラリーになりました。アンティガ、テクニカルタイムアウト明けの1点は日本が取りました。8対6。そしてこのポイントにつながったのが青山のスーパーキャッチだったかもしれません。この青山もね、新しいポジションで、いや、 やはりね、彼はどのポジションやらしても器用にこなしますね、リベロというポジションで日の丸をつけるに至ったベテランの青山です。日本のブロック1点差に迫りました。日本、北川君がクロスを止めたと思いますけどね、このプレーです。あー、加藤君ですね、加藤ですね、うん、これはリズム乗りますよ、素晴らしいブロックが出ました。ここまでのギリシャ戦2試合ではわずかにブロックで5点しか取れなかった日本。宇佐美のジャンプサーブです。エノが拾います。チェッカーはロケルグ、これはブロックの上です。一度は止められたが2つ目は通してきました。堀さん、はい、あのコートサイドですがね、はい、先ほど田中幹康監督は、宇佐美選手にね、セッターの宇佐美にね、あの腰にこう手を当てるようにして、諭、はい、すようにして、はい、センターの使い方ってことを盛んに言ってましたね。センターの使い方、細かいところまでは確認できなかったんですが、宇佐美も差しの状態で、はい、センターの使い方うんぬんで細かい指示をかなりこう具体的に与えてましたね。わかりました、はい、この試合コートサイドリポートは近藤雄介アナウンサーです。今日はセッター宇佐美が入っているわけなんですが、そのセンターの使い方、確かに日本はこのセンターの得点力が非常に若干弱点であると、あのね、いわゆるレフトに上げるにしてもライトに上げるにしても、はい、センターが絡んでこないと、相手のセンターブロッカーは楽にですね、サイドに走ってしまいますね、ですからセンターをもう少しうまく絡めなきゃいけないんですね、はい、朝日が抜けた新生全日本、今日のスターティングメンバーセンターは伊藤と北川という対角です。あ、拾った、また青山バックアタックできた、狙ったけどね、ポイントはフランス11対8、3ポイント差開いたところで日本タイムアウトです。はい、ちょっとレフトが上がってきたのがちょっと
ートなんかもちょっと早め待ってるから、タイクイックにタイミング合わせてスタートの長さ大丈夫だから楽についていけ。タイムが上がったらバックセンターのやつはもう1個1メートル下がって、あもうタッチのボールがあってね、で前からみんなでフェイントをかけたりとかしてもらって、そのままでファーストテンポのクイックに対してそのままでこうやってポッ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 。日本率いる田中幹康監督は今回のワールドリーグは結果を求める大会だとそうコメントしていました。しかしこのワールドリーグ立ち上がりの第1週はギリシャに2連敗、そして今日迎えるフランス、しかし相手はあのユーゴスラビアを下してきたチームです。若き力によみがえった田中全日本、さあ第1セットは3ポイントを追いかける展開です。スパイクでした、朝倉今日2本目。いやこの加藤の体格に朝倉というプレイヤーが今日は起用されているわけですが、今ねスローに出たように、はい、センターのね北川君がね、やっぱり A クイックで飛んだ、はい、そのブロッカーが遅れたんですね。あなるほどね、うん、はい、ですから朝倉君クロスに決められましたね、これを言ってますね田中監督は、はい、先ほどの宇佐美にセンターの使い方うんぬんと指示を与えていたのはその通りです、今のシーンだったのかもしれませんがね、はい、さあこれもブロック止めています日本、レフトが本今日2本目のブロック、そして止められたのはフランスのエースグランボルカです。いや3メーター64の最高到達点を誇るこのグランボルカを止めてきた日本山本、いやこれは一つ大きな、そうです、日本のブロックも高いということですよね、そしてスパイクサーブです、時間差今度もう一回グランボルカを2連続で止めました日本です。まあ、山本君堂々と止めたブロックね、さあご覧いただきましょう、このブロックほぼ1枚です、そうです、二王立ちという感じでね、すごいすごい、まあ、2連敗してきた先のギリシャ戦の日本ですが、この山本だけは絶好調だったんですよね。そうですね、彼は外国でも強いですよね、はい、山本の2連続ブロック、そしてこの攻撃もフランス得点なりません、17番のキフェール、日本が12対11、逆に日本がリードを奪う展開です。1ポイントのリード日本第1セット、山本が前衛にいます、もったいない、このサーブはちょっとタッチミスか、今のはねフランスのセッタードケルグレイがね、はい、どこに上げていく迷ってた時だけにもったいなかったね、はい、このグランボルカが2本止められた後でした、その通りですね、左側がセッターのドケルグレイ、サインを出しています、2本止められたグランボルカはサーブに下がります、前に落としてきた、いいサーブだ、山本がよく拾いました、ランニングスパイク、今のはテクニカルポイントだね、テクニカルポイント、技術で1点取りましたよ、さあ見ていきましょう、絶対打てないボールだね、もうこれ返すだけで精一杯だと思うんですが、それ攻撃的に出ましたよ、新キャプテンの加藤、新天地イタリアセリアに移籍もほぼ内定しているという状況だそうですが、さあ13対12、日本全1ポイントリード、これはエンドラインの向こう側、山本のスパイクサーブでした。堀さん、はい、田中監督はですね、この出だし、ムードは全然悪くないと、はい、相手に手をやっているのは自分たちのミスが絡んでいることで、はい、自分の方からこう、なんですかね、まだ流れに乗ってないという状況では全くないと、はい、ちょっと硬いけれども、いい流れになりつつあるんじゃないでしょうかと、はい、話してますね。その流れを持っていくのは、この第1セットは朝倉のスパイクが前田さん非常に目立っていますが、そうです、朝倉、それから山本君のブロック、そして加藤君のファインプレーですね、これ朝倉レフトのスパイクが生きているのは今の宇佐美のトスマークもあるわけです、その通りです、その朝倉のスパイクサーブです、アンティガが拾ってドケルグレからもう一回アンティガ、青山がアンダー、山本ばっかりクリックを超えない、ちょっと力抜いたね、今日ブロックで一つまずは立ち上がりいいプレーを見せた山本、14対14、さあ立ち上がりはシーソーゲームです、競り合いになってきました、セッターのドケルグレがサーブに下がってスーパーエースの縦に上がってきているフランス、ネットにかかりました、ポイント日本15対14です、ここでフランスがメンバーチェンジです、この試合初めてのメンバーチェンジは16番のセッターパタンが用意されています、セッターを変えます、ドケルグレを下げてパタンをコートに入れたフランスです、先発のドケルグレはベテランセッター、このパターンは代表5試合目、28歳ですがキャリアは浅いセッターです、宇佐美からレフト加藤へ、
そのパターンが挙げました。バックアタックを使ってきました。バック4本目日本。あの融合も下してきた日本、フランスを日本がブロックシャットアウトをしています。16対14テクニカルタイムアウトです。ナイスブロック。いいよいいよ。こっち来てるよ、こっち来てるよ。選手の中に行ってくるので、スター通る大したチームじゃないから、20分でいいから。このままサイドアウト切って、20分までよ。伸びてきたよ。サイドアウト切って20分で。20分で見てもらおう。サイドアウト切って20分で。サイドアウト切って20分で。ここからすぐかける。もう一回な、サーブな。サーブどんどん攻めてくるんやぞ。怖がるな、怖がるな。やってきたらしっかりやっていくぞ。さっきみたいにブロック外した時とか、あれが早く あれしてレシーバー少し上がらないと、さっきみたいなチャンスも逃したから、ね、早くなしとか聞いたら、行ってないと指示してる。集中して、集中して。トップ第1セット一時は3ポイントリードを許した日本が、ここでブロックを中心に現在逆に2ポイントのリードを奪っています。16対14日本が2ポイントをリードしています。さあそして日本が力を入れてきているサーブ、これは、返されました。センターの10番のモンメ、期待の新センターです。ベストブロッカー賞現在1位にランクされているモンメ、ここはクイックで決めてきました。16対15差は1点です。ネットイン、ネット上になった、無理やり押し込んでいった。あーポイント日本ですか。あっと、しかしここで北側ですね。これはね、今の着地の時ですね、はい、足でしょうか、ちょっとまだ立ち上がれません。足首ですね。今のシーンですが、ちょっとあ左足ですね。あのね、足の上に乗ったような感じ、はい、バレーボールの選手多いパターンなんですね。実はあの日本というのは現在怪我人が多くて、まあ、今日も12人は登録されてるんですが出場はしないエースの期待の北島、それから川浦、さらには甲斐、まあ、この辺りが実は怪我をしておりまして、なかなか思うようにプレーできない状況なんですが、北川が足首をひねって、松田、東海大学の学生松田がコートに入ってきました。ちょっと日本アクシデントはありますが、17対15現在2ポイントまだリードをしています。ただこの北川がいじめ取った1点守りたいですね。そうですよ。さあ宇佐美がセットアップ、1人飛ばしていったね。キャプテンが決め、いいところで声が出ましたね。加藤君のあのプレーを決して無駄にはしない、これが前田さん連続ポイントになるかならないか大きな差だと思うんですが、その通りですよ。もうやっぱりね、キャプテンというね、もちろん責任感もあるんでしょうけどね、俺が引っ張っていくというプレーだったかもしれません。タイムアウトです。フランスです。3ポイントの差、今の加藤の1本は前田さん非常に大きなプレーでした。そうですね、それと先ほどの、ね、タイムアウトの時加藤君が具体的に選手に注文つけてましたね、一方のフランスですが、これユーゴスラビアを1戦2戦目破ってきたチーム。そうです、あの日本にはなかなか馴染みのないチームではあるんですが、その通りですね、ただねやっぱりフランスはね、いつでもね、あのヨーロッパの中でもって、いわゆる B ランク、 B の上ですよね。いつでもそのトップにも狙える位置にいる、そういうチームですね。力はあるチームですからね。その通りです。現在3ポイントリードしている日本ではありますが、何しろあのオリンピックチャンピオンチームを下してきたチームだということを忘れてはなりません。その中心が9番のグランボルカ、加藤がつなげた連続ポイント。さあ宇佐美のサーブです。サーブカットキレに入った、斜めの B クイックを使ってきました。10番のモンメ、ワンタッチはあります。ポイントフランス18対16 2点差。そのモンメがサーブに下がります。宇佐美のセットアップ、レフトを使っていく山本、アウトです。山本はブロックが今日2本出ましたが、あとはスパイクですね。あのね、逆に1本目からそうですけどね、はい、ブロックを嫌ってますね。あ、そうですか。綺麗にポイントしようということでね、ミスが出てるんですね。サウスポー期待の山本ですが、
あとはこの山本のスパイクが日本爆発してくるとフランスを一気に撃破というムードになってくるわけなんです。さあ19対17、その山本は前衛です。加藤の後ろに下がって朝倉が前衛に上がってきています。日本です。フランスはバックスライトに回した。誰を使うか、宇佐美から山本に回した。ブロックの上からね、まあ、もちろん向こうもリズム崩れてたけど堂々と打ちましたね、これまでの2試合のギリシャ戦で2試合で31点を取ってきた山本、この大会は絶好調の山本です。さあ加藤のジャンプサーブ、スピードがあります。エピック拾いました。リードさせて山本、この2ラウンド送付、向こうのリベロ江野もよく拾う。バックアタックアンティガ、このラリーはフランスが制しました。はいね、今のコースは、途中から入ってきたセッターのパタンからアンティガ、決定率は非常に高いアンティガです。さあ20対18、しかし先に20点にポイントを乗せているのは日本です。おーっと、ノータッチエース、あの青山が反応できませんでした。すごかったね。1点差と迫られたところで日本タイムアウトです。振り向けば1点差、ここからが勝負です。この競り合いを一つ取ればまた大きな自信になってくる日本。さあ日本はサーブレシーブ受ける立場、宇佐美は誰を使うか。山本が、いやサーブレシーブがちょっと乱れました。しかしそれを山本が打ってきた。今のプレーは前田さんサーブかと乱れたんですが、そうです。ただ ね、山本君がねブロックを怖がらずに打ちましたね、はい、これが彼の得意の ポイントですからね、2つここはスパイクをつなげてきた山本。さあ2点差、21対19、あと4点で第1セットのゴールです。はい、近藤さん、宇佐美北側の状況ですがね、左足首で外側の痛みが激しくて、いわゆる捻挫のかなり重いものなんだそうですけども、重い、もうテーピングぐるぐるに巻いておりまして、今日の出場はとりあえずはもう無理の状況ですね。わかりました、はい、先発の北側、左足首はどうやら捻挫のようです。代わって松田が入っています。さあフランスもポイント、21対20。グランポルカのサーブ、加藤が拾う。山本、すごいすごい、クロスです。3連続ですもんね、来ましたね、これですね。山本のスパイクが炸裂してくると日本は非常に大きな攻撃の核ができます。今ね、宇佐美くんもよく頑張ってあげましたね、トスを。はい、ここでフランスは18番のフランゴラチをコートに入れます。ちょっと今日は当たりがない9番のグランボルカが下がっています。率いる監督はブランフィリップ監督。2点のリード日本、エピックキフェールです。この選手も2メーターあります。高さはフランス3メーター55まで手が届くキフェール。緩やかなサーブです。ボールの下に宇佐美が入った。そして山本4度目、ものともせずということですね。いや止まらなくなってきました山本。スパイク決定率第1週の2試合が 49.06%。 この試合も第1セット終盤にかけて山本が非常にキレのいいスパイクを見せ始めています。さあ25点まであと2点です。日本、朝倉のサーブはアウトです。アウトですかね。先進の旗が上がりました。朝倉のスパイクサーブはアウト。あっとここでフランスは2メーター9センチ6番のモンレーが入ります。8番のカペが一旦ベンチに下がります。ここは日本攻撃の前に2メーター9センチ高いブロッカーが登場する形となりました。
さあこの 2m9 の壁を誰が打ち砕いていくか。日本加藤が拾って宇佐美はやはり山本を使ってくる。しかしアウト。あと決まっている。ワンタッチしてますね。ワンタッチあります、はい、ワンタッチあります。24対22。しかし宇佐美くんがね、はい、やはり徹底して山本くん使ってる、はい、これでいいんですね。いますね、はい。フランスはワンポイントブロッカーモンレーから8番のカペをコートに戻します。さあ日本セットポイントを迎えています。差は2点。24対22。1回で決めるか、決めるのは誰か、ブロックで決めるか。時間差できた。セッター対角のカペ、これは速さとそして高さもありました。 2m2 センチのプレーヤーです。24対23という場面でフランスが2回目のタイムアウトを取っています。さあ差は1点。セットポイントを取られているのはフランス。日本はしかしあの先のギリシャ戦でもリードしていながら挽回されるというシーンがあった。そうですね、あの嫌なムードをこの第1セットで払拭したいですよね。その通りです、ただフランスもねここでタイムアウトを取った、はい、今監督はあのブロックのね、ブロックをきちっと2枚飛べと、なるほど、はい、一緒になって飛べという指示出してましたよね。フランスからすればブロックからのプレーです。その通りですね。日本はどうするか。山本を使ってくる。ブロックワンタッチあります。アンティカがアンダーで上げる。プッシュ、コートの真ん中に落ちました。青山あと一歩及ばず。24対24、同点となりました。ジュースです。さて強打だけではありません。ご覧のようにハイスコアジュースになります。時間差確保。さらにセットポイント日本、このセットは絶対取るんだというキャプテン加藤。そうですね、もしチャンスがあればもう一本加藤君に投げてほしいですね。そうですか、うん、山本君もいいですけどね、いいボールを自分たちにもらうためにはこのサーブを大事にしたい日本。ウサギのサーブです。リベロのエノが拾う。クイックでした。10番のモンメ。さあ25対25競り合いになりました。これが粘り時です。日本力を抜いたサーブ。青山が拾う。ウサミ松田は使わない。レフト山本を使った。跳ね返ったボール。青山ウサミもう一回。日本の大きな大きなエースですね、うん、そして宇佐美もお前が決めるんだというね、そう信じてあげてますね。トスアップですよね、はい、さあ3度目のセットポイント日本です。26対25。この競り合いを制すか。高いブロッカー松田もいます。うわ、いいサーブだ。止めるか。宇佐美の前。フランスもねスパイクのコース、はい、これもねあの青山を避けて打ってきてますね。あ、そうですか、うん、クロスクロスを避けて打ってますね。あ、なるほどね、はい、新しいポジションリベロというポジションですが、ただレシーブ力は抜群のものを持っている。あっとここにサーブされた。フランスサーブポイント。27対26。逆にフランスがセットポイントを握りました。第1セットです。粘り時日本。再びジュースに持ち込むか。前にはまだ山本が残っています。サーブミスです。フランスのミスに日本助かりました。27対27。またも同点。サーブを入れる日本。日本もあっとあっとこのサーブのミスだ。これはいかん。まあでもしょうがないでしょうね、ちょっとフェイク気味に狙っていきましたが、そうなんです。怪我の北側に下がって変わって入ってきたマスター。さあフランス2度目のセットポイントです。28対27。丁寧に拾う加藤。宇佐美のトスアップ。よく打ったね。今のはトスがちょっと低いものをね、はい、今のはうまいタイミングで打ちました。決してあのかっこいいスパークではなかったんですが、違いますけどね、よくかわしましたね、はい、はい、ファインプレー、28対28。また追いついた日本。山本のジャンプサーブ。サーブカット乱れています。フランスアンティがこれは返す。投げになった。
5年ぶりに日の丸をつけた桜のスパイクがここで決まりました。29対28。さあ今度は決めるか日本。うわ山本のサーブはエンドラインのはるか向こうでした。力入りました ね、ただこの場面を乗り越えれば日本また一つ強くなっていきます。その通りですね。どこに上げるか。セット29対29です。宇佐美時間差を使った朝倉。壊してますね。しかし宇佐美は当たってるプレイヤーに徹底して集めてきますね。これがねセッターの第一条件、はいね、その日のエースにうまく合わせてます、ここは朝倉を使ってきた宇佐美。30対29。さあ今度こそ決める日本。おっとこれもサービスだ。30対30までいきました。第1セットです。今ねポイントを狙いに行ったんだけどねタイミングが ずれちゃいましたね。日本のサーブミスだけでこの第1セット9本です。そう同点点は30-30です。宇佐美山本を使ってくる。後ろから飛んできた山本。31対30です。さあもうこれ田中監督は今度こそ決めてくれてくれ、この時はねベンチがねなんとかね。ただねブロックで日本行きたいですね。そうですね、はい、松田君あたりがね、はい、ボーンと行きたいね。松田を前衛にいます。何か取りつかれたような日本のサーブミス。伊藤のサーブもネットにかかりました。31対31。サーブミスで日本10点を失っています。アンティガのサーブ宇佐美もう一回戻そうクロス。決めましたね加藤君が。今のはタイミング合わなかったんでしょうか。合わない差だったんでしょうか。いやタイミング合わない合わなかった、それでトスが伸びすぎました、はい、それをね中途半端に打ったらアウトだったので、ギリギリうまい打ち方しましたね。さあ32対31。もう幾度目かこれの日本のセットポイント。おっといいサーブになった。時間差フランス青山の前でしたが決まりました。高いブロックでしたね、スパイクですね、はい。1番のこのカペ2メーター2センチ、最高到達点が3メーター50です。32対32というとんでもない幕開けとなりました。第1セットです。宇佐美時間差を使ってきた。加藤がライトに回って打ちました。キフェールが上げました。フェイント、あの強打を見せられた後にフェイント。8番のカペ、カペはサーブもいいしね今日はね本当に当たってますね。30歳のベテランです。32対33。逆にフランスがセットポイント。フロントゾーンへのサーブ、レフトへ山本。しかしここ一番で粘りを見せている日本。33対33。さあどちらに転ぶこの第1セット。キャプテンが力を込めて思い切って打っていったサーブ。何かまだこの代々木の勝負の女神はどちらに勝敗をつけるか決めかねているような。34対33。フランスのセットポイントだったんです、ね、これがねカペさっきがポイントしてますでしょ、はい、日本やられてますからね、はい、日本としてはねラッキーだけど松田君サーブ入れてほしいね、先ほどはこの松田サーブミスがありましたが同点です。ジュース34対34。ふわっとしたサーブ松田。ディフェールのフィックです。山本フェイント拾っています。フランス時間差を使ってきた。フランゴラチのスパイクです。セットポイントはフランスに灯っています。35対34。第1セットです。フランスのセットポイント。第1セット補修から出場の18番フランゴラチのサーブです。力を抜いたサーブ拾った日本。朝倉力を打ったね。朝倉大学2年生以来の全日本です。松下電器の朝倉。日本はここでねサーブダブってるからといって安全サーブっちゃいけませんね。あ攻めた方がいい、うん、ポイントを狙うサーブってほしいです。このサーブがもう一つ伸びなければ日本は世界に近づけない。
そう話していた田中幹康監督。そうなんだ、レフトに回してきました。フランスアンティガのスパイクです。36対35、セットポイントフランス。さあ日本粘るか、どちらに転ぶこの第1セット。宇佐美のトスアップ、朝倉ワンタッチはない。第1セットはフランスとなりました。激戦です。37対35、幾度のジュースを繰り返し、第1セットは37対35でフランスが取りました。37対35という得点を記録した第1セットでした。ジュースの繰り返し、日本何度となく勝利をつかむチャンスありましたが、結果第1セットはフランス。さあ取られた日本、第2セットを迎えます。フランスのサーブからです。センターから使ってきました。松田から打たせました。宇佐美です。第2セットですが、日本やはり北側はこの試合は出場不可能と判断されたようです。この第2セットのスタートも18番のセンターの松田で始まっています。日本です。一方のフランスは9番のグランボルカに代わって18番フランゴラチからスタートしています。何しろ前田さん、はい、第1セットは37対35というスコアだったんですが、はい、目立ったのが日本のミスですね。そうです。特にサーブが11本ですね、まあ、簡単に言うとその11点は何もしないでフランスは取れたということですね。手元の集計では日本のサーブミスが14本あった第1セットです。気持ちの裏返しなのかもしれませんが、その通りですね。ただね、このセットもう一つ気をつけなきゃいけないのは、はい、日本はねフランスのソフトスパイク、要するにフェイントに似たですね、あのピンポイントで攻めてくる柔らかいスパイクを拾わなきゃいけませんね。朝倉のスパイク決まって2対1第2セットです。日本の光がこの試合は前田さんブロックですね、山本君も今左手ですね、ボールの時の高さがいいですね、はい、むしろブロック力ではフランスの方に分があるかと思われていましたが、第1セットからブロックは日本です。これが今日5本目のブロック。日本時間差できました。ライトのカペ、今日はカペが当たってますね。カペですね、まあ、本来グランボルカという、サイドアタッカーのポジションの選手がこのフランスの中心だったんですが、ちょっと今日当たりがなくてこの第2セットスタートからも外れています。代わってフランスはスーパーエースポジションのカペが絶好調です。時間差ちょっと合わない形で朝倉がプッシュ気味、アンティがバックか、青山が拾います。宇佐美バックアタック加藤です。第1セットあの状況で失った日本の第1セット、このキャプテンの胸中はいかなるものなんでしょうか。あのね、雰囲気的にはすごくですね、リズムに乗ろうとして一生懸命やってますね、チームを引っ張る立場となりました加藤です。まあ、青山というベテランがいますが、リベロプレーヤー以外ではこの加藤が日本を率いる立場にあります。ミラントス、アンティガが上げてフランゴラチ、宇佐美、朝倉ブロックアウトを誘いました。先ほどのあのインターバルですがね、日本サイドはフランスのサイドからの攻撃に対してブロックが完成しないうちに打たれてしまっているというんですね。おー、なるほど、はい、ですから最初の一歩を早く大きく取って、はい、あのブロック完成するのが遅れないようにという指示が出ましたね。わかりました、はい、コートサイドリポートは近藤雄介アナウンサーですが、ブロックが完成しないうち、これ日本はあのいわゆるリードブロックシステムを、はい、聞いてきている中で、そのあたりは前田さんの目にはどのように見えますか。要するにバンチというね、はい、田中監督がいつも言ってる、もう要するに2人なら2人が束になって相手を抑えていくという、その1
対2のブロックですね、はい、これはね今のところいい感じは出てるんですけど、タイミングがちょっと遅いですね、はい、確かに。なるほどね、はい、これもそうなんですね。あ、これもそうなんですね。なるほど。いわゆるトスの上がり先を見てから日本はブロッカー陣が前衛で手を揃えるという形にしているようです、はい、これは遅い攻撃を持ったフランスには効果的です。あ、そうですか、そんなに早く攻撃してこないとなればですね、はい、セッターあるいはトスを見てから走っていっても間に合うわけですね。はい、第2セットは6対3、日本は現在3ポイントに2アタック、流れたボールを2で押し込んでいった宇佐美です。宇佐美個人の観点から言えば、これ前田さん、宇佐美自身は復調を目指しているわけなんですね。あのね、精一杯戦ってますね、はい、それとね、あのスパイカーが好む好きなようなトスをですね、はい、一生懸命上げようとしてますね。左肩痛を実は患っておりまして、まだ体調も万全ではないようですが、このサーブはネットにかかりました。7対4第2セット、リードは日本、差は3点です。堀さん、はい、フランスサイドですがね、第1セットを振り返って中盤までは加藤をマークしていた、はい、でその中盤以降は山本マークに変わったんですが、はい、自分たちのブロックの面ではですね、どうもセンターの攻撃を意識しすぎて、はいはい、どうもうまくこう噛み合わなかったというふうに言ってますね。やはりそのあたりはデータ的なもんから見ても、前田さん、フランスのブロックは大セット1本しかありませんから。その通りなんですね、ただ今ね、ここちょっと何でもないミスが2つ続いたりですね、はい、というのはここやっぱり若さが出ちゃいますね、新生と言ってもいいでしょう。この全日本、3月のトライアウトを経て選ばれたメンバーが初めて迎える大きな国際大会、その新しい日本を率いるのがこの加藤です。8対6、日本リードでファーストテクニカルタイムアウトです。あとアニメも1枚沈めてるから、なんとか頑張ってやれ。深いからコンビもあるかもしれないけど、サーブレシーブのところで、サーブレシーブの構えをもうちょっと早く指示出して、なんこっちから見たらなんかバラバラなんだ、全然準備できてないように見えるから、3枚なら3枚、加藤の位置おかしかったら加藤もっとこっちとか、サーブレシーブの位置、はい、でもフローターは全部加藤取らせてるんですけど、で前に出てるのはあの後ろのボールも全部オーバーで取るようにして、フローターは3枚一応入イサムをカバーするんですけど、はい、前のレッドばっかりと、あと加藤中華というのが狙われてるんで、サイドスターの向こう弱いから、じゃあすごいかな、どうぞどうぞ、よっしゃ行こう、よっ、ナイス。8対6、日本が2ポイントのリードを奪ってファーストテクニカルタイムアウトにたどり着きました。青山が比較的多く口を開いていたようですが、さあ第1セットもしかしリードの展開から終盤結局追いつかれた。伊藤のサーブポイント、このサーブがいいんだよなという評価を田中幹康監督は伊藤に対して与えていました。その伊藤のサーブポイントで9対6、3点差をつけた日本。もう1本、これもいいサーブです。大きくサーブカットが乱れています。それでも決めてきたアンティガ。このアンティガは今日はもう強打をほとんどせずですね、そうですね、むしろ我々見てるとどっか肩が痛いのかなと思うくらい、はいはいはい、もうハースピードハースピード、ピンポイントで狙ってきますね、はい、このフランスのクラブチームでプレーをしてるんですが、いわゆるあのヨーロッパのクラブ選手権で優勝したパリバレーチームの一員ですよね。そうです。アンティガは強烈なスパイク拾っています。山本、そのボールを加藤が返した。まだラリーです。ネット上になるか、宇佐美です。返していったフランス、日本ボール、後ろから山本、オーバーで拾うフランス、バックアタックできたフランコラチ、ブロックにかけています。日本です。ラリーになった。青山、宇佐美、加藤、ちょっと伸びすぎたんですね、トスがちょっとレフト流れすぎた、ね、宇佐美君そこは十分分かってますね。かぶって打ってますよね。あの第1セットも難しいボールを決めていった加藤というシーンがありましたが、でもねやっぱりキャプテンらしくね、文句も言わずにですね、はい、いいよいいよと言ってますね。このボールを決めることでチームを率いている加藤。その通りですね。その加藤にボールを供給している宇佐美、サーブに下がります。クイックでした。モンメ、
森さん、はい、先ほどのインターバルブライン監督はですね、はい、コンビニスをかなり叱りましたね。あ、はい、そして未だにセンターブロッカーがどうも振られているということを指摘しています、はい、まあ、このあたりウサギのトス回しというのもあるんでしょうけど ね、 ね、はい、またまたブロッカーどうもいかんという表情ですね。ユーゴスラビアとの2戦で30点ブロックだけで奪ってきたフランスが、この試合まだブロックポイントは1点しかありません。フランスは12番のスーパーエースマルケをコートに入れてきました。当たっている8番のカペを一旦ベンチに下げています。そのマルケがボールを上げてアンティガが打ちます。拾っている日本です。ちょっとネットに近かった。松田は上げ切ることができませんでした。スターターのセンター北川は左足首捻挫。第1セットの途中の出来事でした。代わって松田がプレーしています。10対9、第2セット日本のリードは1点です。宇佐美真ん中の力で山本を使っていました。もう一度山本、これはフランスのブロックです。このセットから出てきたスーパーエースポジションのマルケのブロックです。10対10、タイムアウトです。あ、じゃあ大丈夫、大丈夫。37対35、激戦の第1セット。この第2セットもシーソーゲーム10対10、あと1点が取れなかった日本。その1点取れない日本、そこに前田さん、今の日本の課題があるんだと思うんですが。その通りですね、ただね、フランスはね、うまい具合にフェイントとかですね、はい、いわゆるシャープな攻撃混ぜてますね、はい、日本は正直なプレーが多いですね。松田のクイックです。いわゆるその試合巧者という点ではフランスの方に評価を試合前に与えていた前田さんですが、強さとかですね、ものすごいというものが少ないんですけどね、はい、ゲームの展開次第によってはですね、いいところでもってミスを出さないですね、はい、その部分が日本これから身につけなければならない部分かもしれませんが、レフトに回していった、これはネットを越えてないか。あ、ブロックアウトですね。あ、ブロックアウトです。ポイントフランス11対11。第1セットと同様、この第2セットもまだ10点台ではありますが、まだ共にどちらが出るという展開ではありません。アンティガが拾っている。フランコラチ、このスパイクはワンタッチありません。ポイントは日本です。12対11。日本コールが沸き起こる国立代々木第一体育館。マスタのサーブ、アンティガがオーバーで拾う。斜めの B クイック気味、宇佐美、山本、リベロがアンダーでしか上げられません。すごいすごい、スーパーエースマルケを止めました。ブロック日本、伊藤君よく手が出てましたよ。日本これでブロックポイント6ポイント目、伊藤のブロックです。はい、ブロックという点に関しては今日は日本に分があります。非常にリズムを作りやすいブロックプレーですが、しかしその波を断ち切るかのようなセンターエース門面、1m96 ですが、何か体格から言っても日本の選手より一回りも二回りも大きく見えるのは気のせいでしょうか。13対12、フランスも1点差につけています。佐藤がちょっと乱れたトスアップですが、朝倉が打ち切った2段トスになりました。第1セットから活躍していたカペに代わってこの第2セット登場してきたマルケ、このフランスの中では一番経験がある選手がこのマルケです。手元の集計で代表試合がこれが278試合目というね、非常に経験のあるベテランですよね、はい、青山が確か250試合クラスだと思います。さあここでフランスのブロックが出ました。15戦との2試合でブロックだけで30点をもぎ取ってきたというフランスのブロック、そのブロックがここで出ました。今日2本目のブロックです。フランスです。14対13、フランスリード。後ろに上げた、これは打ち切れない。青山が反応しています。加藤の2段トス、
打ち切れません。朝倉チャンスボール、フランスネットに近い、フランスのオーバーネットです。そうですね、日本のポイント同点です。14対14。ただね、日本の宇佐美くんのトスが1セット目の中盤からちょっとブレ出してる、はい、で要するにネットから離れたりついたり、はいはい、流れたりと、ちょっとやっぱりね、肩の調子が本調子じゃないかもしれませんね。森さん、はい、セッターの阿部がですね、スタンバイ OK の状態、そろそろ出そうな感じが出てきましたね。そうですね、はいはい、コートサイドでは学生期待のセッターです。阿部がスタンバイしているようです。実はあの宇佐美はですね、先週のギリシャ戦も左肩痛でほとんど試合には出られなくて、あ、今阿部の表情が映りましたが、ひょっとしたら今日の痛み止めを服用して試合に出てるかもしれない宇佐美。16対14、ここでテクニカルタイムアウトです。フランスリードです。第2セットは16対14、フランスが2ポイントリードです。このセットから塩野マルケのサーブ、青山が拾います。ちょっと決まりました、伊藤です。全日本には初選出の伊藤です。ビーチバレーに転向した朝日健太郎の穴をセンタープレーヤー誰が埋めていくのか。この伊藤、あるいは怪我で下がってしまいましたが北川、そして松田、もちろん川浦も健在です。16対15、強烈なサーブ、バックアタックできました、マルケ。いや、ベンチプレイヤーにまだこんな選手がいるんですね、フランスね。そうなんですね。そしてね、マルケが来てからフランスのリズムがね、はい、全体的に攻撃的になってますね。あ、そうですか。ブロックも積極的に出てますしね、攻撃もそうですね。そのあたりは非常にあの代表歴12年、ベテランプレイヤーですから、自分の役割というのをちゃんと話してコートに引っ張ってるんでしょうね。はい、1セット目とは全然違ったフランスになってますね。こちらもしかしバックアタックです。あー、これはいい。スーパーエース対決、マルケの後に日本の山本。17対16、さあご覧いただきましょう。ワンブロックになりましたね。あのフランスのブロック陣が振られているというリポートが近藤アナウンサーから上がりましたが、今もバックアタックはほぼノーマークでした。強烈なサーブです。チャンスボールになるか、日本。宇佐美、あ、ダンダー投げた、また。それでも山本が打ってくる、半ば強引に打ってきましたがスパイクは決まりません。ポイントはフランスです。18対16、日本が追いかける点は2ポイントです。しかしまだ決して追いつけない点ではありません。キヘールのサーブ、サーブカットちょっと乱れました。日本、ここは徹底して山本、ブロック2枚、それを打ち抜いていったスーパーエース山本。森さん、はい、セッターですがね、一旦は阿部が呼ばれたんですが、はい、またちょっと動きが止まりましたね。そうですか。ここはもう宇佐美頑張れというところじゃないでしょうか。なるほどね、はい、はい、コートには今日のスターターセッターは宇佐美。左肩はひょっとしたら痛み止めなしではプレーできない状況なのかもしれません。マルケ、ここはスーパーエースの打ち合いという形になってきました。第2セットの中盤から終盤にかけての点の取り合いです。19対17、再びフランスが2点の差を広げました。このセットから出場のマルケ、力を抜いたサーブ、青山が拾う。宇佐美、ブロックですね。あ、そうですね、ポイントフランス20対17、3点差となったところで日本タイムアウトです。まず全部ブロックが、さっきのレフトがやられてるそうなんだけど、全部離れてしまってる。もっともっと移動も早く、真ん中我慢して、微妙な動きするから振られちゃう。我慢してさっさっと練習通りやる、大丈夫や。はい、すいません。はい、日本は1セットで2回のタイムアウトを使い切りました。この第2セット差は3点です。フランスが先に20点に点を乗せてきました。この第2セット、第1セットはフランスが日本の背中を捕まえてもぎ取った第1セット。第2セット、日本がフランスの背中を捕まえることができるか。つなげた、しかしこのボールはどうだ、微妙だ。
イントという形になりました。21対17、4点差。さあここで日本はメンバーチェンジです。キャプテン加藤に変えて13番、これも全日本初選出の森重をコートに入れました。21歳、日体大の選手です。これまでなかなかこの全日本クラスには名前が上がることのなかった森重、ようやくこの全日本日の丸までたどり着いてきました。さあ苦しくなった田中幹康、全日本差は4点です。ちょっと選手が交錯しました。日本朝倉が上げて山本、すごいコース打ちましたね。今のはネットから離れて決して楽なスパイクではなかったと思いますが、朝倉から山本、こうした2ランとす気味のスパイクを決めることがスーパーエースの条件でもあると思うんですが、そうです、やはりそういう意味ではね、山本君は大きく大きく成長しつつありますね。去年のワールドリーグでこの日本、実質的にデビューを飾ってきた山本、KKB ボンメです。この攻撃が2セット目からいいですね。はい、センターからの得点も多くなってきています。フランスです。22対18、差が4ポイント。アンティガのサーブ、イサミからバックトス、山本落としてきました。そんな中この山本のスパイクは健在です。22対19。さあそしてさらに日本はメンバーチェンジです。松田に変えて2番の増村、本来ならばスーパーエースポジションに入る増村です。そしてフランスもエルペをコートに入れました。7番キャプテンのアンティガをベンチに下げます。両チームともメンバーを入れ替えてきました。さあ増村、富士フィルムの選手ですが、チームは非常に厳しい状況でした。そんな中この日本に選ばれた増村、前田さん気持ちは非常に伝わってくる。そうですね、ちょっとね硬かったね今のは、はい、23対19です。またも4点差。ボンメのサーブ、宇佐美から山本拾っています。トスがついたね、さすがに回していきましたが、トスがついたですね今のは。ポイントフランス24対19、5点の差を保ってセットポイントフランスです。第1セット37対35、激戦でフランス、この第2セットも24対19、5点差でフランスがセットポイントです。宇佐美、山本、ブロックはアウトです。日本のスーパーエース 2m サウスポー山本のスパイクが決まっています。日本も20点台に得点を乗せてきました。24対20です。山本君の、ね、サーブが1本出ると、いい形で進んでいくんですけどね。そのサーブスピードはあります。しかしカットフリーに帰りましたフランス、決めてきたフランス25対20。日本粘りを見せることはできませんでした。第2セット25対20、フランスがセットカウント2対0としています。セットカウント2対0。
追い詰められた日本はセッターに阿部を起用してきました。左肩痛の宇佐美はこの第3セットスタートから外れています。この阿部、勝田工業から東海大学、192センチ、線はまだ細いですが、期待のセッター阿部を入れてきました。フランスが2セット連取、セットカウント2対0で迎える第3セットです。第3セットスタートの森重のサーブです。最初の得点はフランスキャプテンのアンティがストレートに打ってきました。セットカウント2対0、日本はここからどうやって前田さん挽回していかなければなりませんか。そうですね、やはりあのセッター阿部君に代わってね、おそらく警戒の動きができると思います。宇佐美君はねちょっとやっぱり肩を気にしながらのプレーでしたね、そういう意味でスパイカーがどの程度ですね、自分たちの速いバレーができるかと、リズムを変えるのにいいチャンスですね。宇佐美と阿部の違い、それは前田さんどのあたりにあるんでしょうか ね、 あのねやはり宇佐美君経験があります、したがってチョイスは今日も良かったですね、スパイカーの使い方は良かった、トスが乱れましたよ ね、 ね、ですからそういうのを阿部君よりも、ベテランということでスパイカーの選択は間違いがないんですけど、阿部君は、ね、どちらかというとね、とにかく誰にでもいいから、いいトスをっていう上げ方、もう年齢も若いですからね、非常に謙虚なセッターですね、スパイクに非常に、スパイカーに優しいボールを供給するのが阿部の方だと、そんなコメントを田中美樹さんが残しています。さあ第3セット立ち上がりは2対2です。この第3セットからスタートの阿部、日本このセットを失うとワールドリーグ第1周から3連敗という形になってしまいます。決めたのは10番の門面。この門面のね、何でもないんですけどね、2セット目からパツパツパツと浮きますね、あまり前田さん、フランスの印象として我々素人にはこう爆発的な破壊力みたいなものはこう感じないんですけれども、これがね、こういうチームがヨーロッパに多いわけですね、他にもドイツ、ベルギー、あるいはですね、もちろんユーゴ、そのあたりもそうなんですけども、優勝しないチームでも、こうやってね、プレーはね、レベルが非常に高いものを持ってます、しかし対する日本もセンターを使ってきました。伊藤です。ちょっと北側が第1セット途中アクシデントでベンチに下がるというアクシデントがあった日本です。乱れたトスですが打ち切ってきました。そしてこのマルケ、第2セットから出場です。堀さん、フランスブランカーとかで、指示は終始一貫してますよね。14番の山本をマークすること、山本マーク、それからブロックで迷わないこと、これですね、で結果的にブロックが増えてきましたので、だいぶフランスベンチは余裕が出てきたように感じられます。わかりました、いやしかし前田さん、今押し込んだの阿部ですか。そうなんです、よく彼はねジャンプ力もあるし、非常に右左の手を器用に使う選手です。いわゆる攻撃的といいますか、こう得点も取れるセッターですね。その通りです、その通りです、はい、その阿部のトスアップで第3セット挽回を狙う日本です。この高さも阿部の武器ですが、これは日本のコートにポトリとボールが落ちました。ポイントはフランス5対3です。ただ高さでもセッターでここまで競り合える阿部、この高さは一つ日本のこれから大きな武器となってきます。5対3フランスが2ポイントリード。阿部のトスアップ、朝倉という、若い日本を象徴するようなラインです。ブロック1枚半、今のはクロスに打ってもいいコースを、あえてストレートに打った。あ、なるほど、ブロックが遅れてきましたから、センターブロックね、クロス空いてたんですけど、よくストレート打ちましたね、その決めた朝倉がサーブに下がります。アンティがクイックを使ってきた、ブロックエンドラインの微妙な位置でしたが、主審の判定はアウトです。ポイントはフランス6対4です。多分我々がね、入ってるんじゃないかなと思ったりね、伊藤のプレーでした。6対4。差は2点。攻撃力です。右でも左でもプレーができる阿部。さあご覧いただきましょう。彼がね、小さい頃から食事をするときはね、左手で食べさせたりね、お父さんが一生懸命ね、そういう教育をしてきた選手ですね。サーブも右左両方で打てますからね。その通りです。阿部の素晴らしいツーアタックが出ましたが、
フランスはレフトからキャプテンのアンティガ、7対5。非常にねこの顔つきはね、非常になんていうかワイルドな感じなんですけどね、はい、プレーは非常にきめ細かいですね。フランスのキャプテンです。阿部から流れのリーバス、松田を使ってきました。バックアタック山本、ワンタッチはありません。ポイントはフランスです。8対5、フランスリードでテクニカルタイムアウトです。セットカウント2対0、追い詰められた日本。第3セットもフランスに3点のリードを許しています。苦しい日本、しかしこの第3セットはセッター阿部を起用してきました。先ほどはサウスポー、右左両方を使える利点を生かした2アタックも見せた阿部。この時はコミット使っていいから両センター、で特にマスがサーブの時にはもうコミット使っていいから、ね、あそこ死多いから、ね、行こう行こう、今の指示は前田さん、田中監督がブロックに対する指示を出したということなんでしょうか。そうですね、まあ、ちょっとね、はい、まとまってるときはいいんですけどね、ばらけるときははっきり分かっちゃうんですね、はい、要するにその相手のスパイカーが打ちやすいブロックになってしまいますね、はい、フランスを止めることができるか日本。差は3点です。青山が拾う、阿部がクイックは使わない、レフトに回していった。ちょっと勢いがついてしまった森重、この第3セットはスターターです。跳躍力は非常にある森重、アタッカー陣を操る阿部。9対5、フランスのリードは4ポイント。キフェールのサーブです。森重が拾う、クイックマスター、これは大学コンビだね、東海大ラインです。あー、ナイスコンビだね。この辺りは同じ大学でプレーしている強みですね。そうです、そうです。2メーター2センチの松田、志向273センチ、手を伸ばしただけでメートルが30センチ以上手が出るという松田ですが、チームメートの阿部のサーブは残念ながら決まりませんでした。10対6、フランスが第3セット先に2桁に得点を乗せてきました。リードは4点です。セッターのパターン、オーバーで拾う日本。阿部がアンダーで上げて、山本がちょっとこのボールを打ち切れませんでした。ポイントはフランスです。11対6、5点差となったところで日本タイムアウトです。あまりエース慌てさせないよ、崩れた時はいいから、高めにボーンと勝負させる。サーブレシーブ前に構えてる時にポケを立てたらダメだよ。常にケアしながらチャンスチャンス、前に来るボールほどチャンスなんだから慌てないで。まあ前田さん、ここで気持ちが切れるか、それとも粘りを見せるか、大きな分かれ目となってくる点になってきましたが、ね、ただね、こういう新しい全日本の場合はですね、今監督の指示も若手に中心に行ってます、はい、その時ベテランがどう受け止めるかですね、ですから練習試合じゃないんだからですね、はい、やはり丁寧なプレーを上の人たちがやっていかなきゃいけないですね、森重のスパイクはまずは拾われた。マルケ、ネットを越えません。何しろ今日本のコート上にいるのはリベロには青山が入っています。しかしトスアップは阿部、そして今サーブに下がる森重、さらにセンターは松田、アタッカー陣は朝倉、非常に若い面々。その若い森重のサーブを思い切って打ってきましたがネットにかかりました。この若い全日本をどうまとめていくか田中幹康監督。12対7、差は5点。アンティガのサーブです。森重が拾う、阿部、朝倉拾っています。レシーブはアンティガ、そして自ら打ってきました。自分で拾って、そして自分で後ろからのトスアップをあのコースに打ってきました。あのタイムアウトの時にね、ブラン監督がね、スパイクレシーブに関して非常に注意を与えてたんですね、サーブレシーブは日本のサーブは今日弱いから大丈夫だと、スパイクレシーブに非常に神経使ってますね選手が。なるほど、はい、うまいプレーが多いですよ、
非常にコーナーうまく取り入れています。これもそうですね、山本のストレートは拾いました。拾ったのもアンテナ、パターンが上げる、モンドのトスアップからライト、フェイント、マルケス、これを拾わなきゃいけない。代表歴12年のプレーです。堀さん、はい、あのブラン監督はですね、非常に指示が、また後ほどにします、はい、ここで日本が交代です。メンバーチェンジ、森重に代わって加藤をコートに戻しました。14対7、差が7点です。アンティガのサーブ、それからまさか、そんな中と言われている日本のサイドアタッカー陣で、この朝倉の第1セット、特に第1セットの活躍は前田さん、一つ注目ですね。その通りです、それとね、このロングの平行トス、はい、ね、ものすごく、あ、これもですね、はい、あ、これ新しいカメラのアングルですね、今ご覧いただいた角度よくわかると思いますが、ええー、なトス上がりましたよ。ああいうサイドへの速いトスはどちらかというと宇佐美が得意な、その通りです、トスアップですけどね。でも阿部君もいいトス上げましたね、はい、時間差、ここは強打で来ましたマルケです。第1セットあれだけ当たっていたカペを外してこのマルケを入れてきたフランス、選手層の厚さもこの試合垣間見せています。フランスです。サーブがネットにかかりました。モンメのサーブ、15対9、フランスはあと1点でテクニカルタイムアウトです。差は6点、日本苦しい状況には変わりありません。誰が起爆剤になるか、山本のサーブ、これもエンドラインのわずかに向こう側でした。16対9、差が7点差、フランスリードで2回目テクニカルタイムアウトです。先を行くフランス、このフランスの背中を日本はどうやって捕まえていくのか。みんなに審議やってんのかな、絶対大した審議がないんだから、あ、でも絶対いいよ、何か前田さん、こう日本も大きく手の足を狙うという印象は確かにないんですが、そうですね、それで今あの三木谷監督ね、田中監督がね、かなりやっぱり声を高らかに言いましたね、注意しましたね、若手に、伊藤、ね、あるいは松田君あたりにね、はい、いや気合が入ってますね、はい、うん、大したチームじゃない、勝てるよ、まあ、これはもちろん選手に対して発する言葉ですから、いろいろ意味もあるんでしょうけれども、はい、さあ、葉っぱをかけた田中監督、コート上に再び散っていった日本の6人、7点差、どうやって詰めていくか、ネットに嫌われました。マルケのサーブはネットに嫌われました。ポイント日本、日本も2桁に得点を乗せました。16対10です。差が6ポイント。朝倉が後ろに下がって、その朝倉のサーブ、これで前衛には加藤がいます。バックアタック、アンティガのバックアタックです。反応できなかった日本のレシーブ陣です。加藤が前衛、サーブを受ける日本、このポイントは日本の攻撃のポイントです。加藤から、そしてちょっとサーブで加藤が狙われているところもあるんですけれども、そうですね、あのそれはね、もう当然青山君のところ外してくると、はい、いうことで加藤君打ってきますね、自分で拾って、そして自分で打っていきました。こうなるとフランスもサーブの矛先を変えていかなければなりません。17対11、日本加藤のスパイクでポイント。伊藤のサーブ、いいサーブだ、しかしリベロの上野がよく飛びついた。ネット上の押し合いになりました。ボールはフランスコートです。マルケに打たせます。ブロック3枚の脇でした、うまいコース打つね。今も日本はブロック3枚揃えたんですが、落ち着いていたスーパーエースポジションのマルケ、18対11、依然差は7ポイント。キフェールのサーブです。あれから1人飛ばして、カゴこれ打っちゃいけないね、今のはね、はい、リバウンド取ろうとしましたね。リバウンドプレー、はい、しかし結局フランスのポイント、19対11、日本タイムアウトです。どんどん行こうぜ、高井郎、
エースエースほらエースが倒しんじゃダメだよ、チームが死んじゃうよ。田中監督は今山本貴博に特に、まあ、大きな指示を与えています。そうですね、今の顔はね、私はカナダで、ね、やった時にロサンゼルスオリンピックのね、エースの田中君の顔と一緒でしたね。そうですか、うん、できることなら自分が体を保護したらいいかもしれませんが、その通り、その思いを今加藤が受け継いだか、はい、19対12新キャプテン田中幹康全日本監督、エースの地位は着々と受け継がれ、今加藤がキャプテンです。アンティカルスタンク青山が拾いました。阿部が上げて、そしてもう一回加藤ブロック、いや今度は青山を拾った、打てるよ、そして山本すごい、これですよ、ブロック跳ね返ったボールを青山が拾い、そして後ろからのボールをスーパーエースが決めていった。これはすごいね、このボールなかなか打てないんじゃないですか、難しい難しい、だけどね、みんな総力上げての今プレーでしたね、はい、このプレーを日本これからまだまだ見たいところですが、19対13バッカダックマルケット1枚はアウトです。加藤が1枚ブロックにつきましたが、フランスが20点目、20対13、差は7ポイントです。しかし先ほどは素晴らしいつなぎからスーパーエースのプレーがありました日本。サーブレシーブを受ける日本、下が拾って加藤が上げる、山本跳ね返ったボールアンダー、チャンスボールが日本に返ってきます。阿部はどう組み立てるか、山本使った、インナーに打ち込んできましたがフランスの得点です。ネットの上段に当たってコートの外側にバウンドしてしまいました。21対13です。決めるのは山本しかいません。前衛には山本、ネットにサーブ、その山本が上げる、そして加藤だ、パターン、マルケ、相手がいいね、22対13です。これがね、フランスのバレーですよ、はい、ね、非常に丁寧な細かい、決めの細かいところに打ってきます、ブロックタイミングずれてるんですよね。このワールドリーグ中にも代表300戦に手が届こうかというベテランのマルケのプレーです。加藤ネットに近い、返すだけ、フランスチャンス、マルケブロックは2枚、セッターで山本、山本の真骨頂です。アタックラインのほぼ真上あたりにボールが落ちました。外に回っての山本のスパイク、22対14です。加藤がサーブに下がります。これで今日この試合当たっているサイドアタッカーの朝倉が前衛です。レフトに回した、ブロックが跳ね返ってきたボール、ポイントは日本です。オーバータイムスネットを超えていませんでした。ポイント日本です。22対15、この7点の差をこの試合終盤どうやって詰めていくか日本。加藤のスパイクサーブ、サーブカット K に変わりました。フランスレフトに回って、何個でした、飛びついた、落ちましたね、ホイッスルです、うん、これがね最後まで拾えてませんね、1セット目からフランスうまく使ってきてます、はい、これですね、もうやられた時には時すでに遅しという、そうなんです、状況です。ベテランのマルケ、23対15フランスリード。フロントゾーンを狙ったサーブはネットを越えませんでした。ポイント日本です。23対16、日本メンバーチェンジです。2番の松村がスタンバイです。松田がベンチに下がります。ピンチサーバーの松村、運動能力は非常に高い選手です。時間を目いっぱいまで使う、慎重に行きます。入った、レフトに回していった、ブロック2枚、
小野が拾って、あとセンターが速攻できました。門明センター線を使ってきたフランス、24対16。さあ2セット連取しているフランス、マッチポイントを迎えています。差は8点です。3セットから阿部を使ってきた日本、どうつなぐか。朝倉のスパイクはワンタッチあります。駒不足と言われているサイドアタッカー陣で今日非常に調子のいい朝倉。24対17。しかし依然フランスのマッチポイントに状況は変わりなし。山本のサーブ、アンティガが拾う。最初から強烈なスパイクを打ち込んできました。フランゴラチ、しかも、ね、難しいレシーブ拾った後でしょ、はい、よく積極的に入りましたね、これです。そう、もうスパイクのタイミングも何も全部ずれちゃったけどね、はい、よく我慢しましたね。かつての朝日健太郎のあのひねりを見るようなね、その通りですね、スパイクですね。山本のサーブ、フランスはどうする。センターからストップしてきたティフェールです。最後のポイントが決まりました。25対18。2002ワールドリーグ3対0。日本残念ながらフランスの前にセットカウント3対0ストレートで涙を飲みました。何かあの第1セット37対35、あの激闘を、まあ、取ったら日本が取っていたらどうだったんだろうというね。そうですね、まあ、あの大きく分けて2つポイントがあって、はい、やはり1セット目11本のサーブのミスというのは日本にとって非常に全てを消極的に変えてしまう、はい、フランスはそれに波に乗って、はい、日本のサーブは弱いんだということで積極的に攻められたということ、はい、それから2つ目はですね、はい、フランスも変わってきて出てくる選手がですね、はい、それぞれの色を持ってそれをはっきり出していくという特色を出しましたね、はい、日本の選手が変わった場合は何かミスが出たから仕方なしに出てるというような消極的なメンバーチェンジに ならざるを得なかった、はい、これが大きな敗因でしょうね。何か決してこう手も足も出ない敗戦ではなかっただけにちょっと悔しい気持ちもするね。そうなんです、今日の日本だったかもしれませんが、監督がねやはりあのベンチでもって地団で踏んだというような感じがよく見えました、はい、選手もおそらくフラストレーションが溜まっているということだと思いますけどね、これは明日に生かしてほしいね。そうですね、はい、明日もこの日本はフランスと戦うわけですが、まあ、そんな中、光を若干見せたのが日本、特に第1セットのブロック陣、はい、それからサイドアタッカーでは朝倉という選手がいました、うん、非常にね積極的に、あのいわゆる自分が体勢崩れようとレフトのエースポジションをね、はい、みんなに負けないだけで、もう戦っていこうと、はい、そういう気持ちがありましたね。第3セットは途中出場の阿部、そしてキャプテン加藤も難しいトスを2、3度決めてくれるね。そうなんです、キャプテンらしいキャプテンシー見せるシーンもありましたが、残念ながら今日の試合はユーゴスラビアを第1周で下してきたフランスがその力を見せつけた形となっています。第1周ギリシャの前に2連敗を喫した日本、この第2周もまずフランスとの初戦は残念ながら星を落とすという形になりました。あの第1セットの粘りのシーン、あれをどうやって取っていくか今後の日本の課題なのかもしれません。準備が整いましたら田中幹康全日本監督にインタビューを行いたいと思います。はい、それでは全日本田中幹康監督の話を伺います、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。結果的には3対0というカウントでしたけれども、振り返っていかがでしょうか。そうですね、まあ、練習でできたこと以外のことを期待はしてないんですけども、やっぱり練習でサーブブロックやってきましたのでね、そういう意味ではやっぱりサーブが今日はもう最初から最後まで全く機能しないまま終わってしまいましたから、まあ、それが一番まあ悔しい部分ですね、うん、大事なところでサーブミスがだいぶ出てしまいましたけれども、あのあたりは、いやもう普段からもう今の時期はもう積極的にミスを起こさないで攻めろという話をしてますので、もうそれはいいんですけども、あのミスもやっぱり消極的なミスですからね、入れていこうとしているミスですから、もうそれが一番気に入らない部分なんですけど、
ギリシャとの試合もそうだったと思うんですが、今日も第1セット非常に競って、あれを取っていれば流れが変わるかもしれないというところもあると思うんですけども、まあおっしゃる通りですね。だからあの辺がもうチームとして脱皮していくしかないとは思いますけども、はい、そういう中であの若い選手が見せ場を作ったと思うんですけど、いかがですか。ねえ、まあ、今の時期はもう若いとかなんとか言ってるもう時期じゃないもんですからね、とにかく勝ちたいという思いばかりでやってるんですけども、はい、明日に向けてこうチェックポイントといいますか、どのあたりに。いや、さっき言ったようにブロックサーブは、まあ、ところどころは特にブロックはところどころは、ね、集中させればいいブロック打てるときあるんですけども、やっぱりこう全体的にやってると後半に集中力なくなってきて雑なブロックやってしまうんですよね。だその辺が、まあ、今後の課題であり明日もその辺をやっぱ注意させてやっていきたいなと思ってます。フランスというチームはいかがでした。思っていた以上にやっぱりサーブはあまり強くなかったですね。もっと強いかなと思ったんですけども、やっぱりこの大会ちょっと打ちづらいところもあると思うんですね。それがフランスはまあ作戦を変えて、まあ、フローターで行こうということじゃなかったですかね今日は、はい、明日もう一試合素晴らしい内容の素晴らしいゲームを期待しております。いや、もう頑張ります、はい、出した。そしてキャプテンの加藤陽一選手です。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。この試合振り返ると自分の感じはどんなイメージでしょう。そうですね、まあ、やはり自分のプレーのバランスとチームの、まあ、ムード作りというかキャプテンとしての仕事っていうその割合が今日はうまく回らなかったと思うので、そういった意味で、まあ、重荷を背負いすぎたっていう感じですかね、はい、あの非常に競った第1セット、はい、あの中でキャプテンとしてプレイヤーとしていろんなことを考えてましたか。そうですね、まあ、ベンチワークだったり、まあ、チームの中の7人でなんとか我慢して行こうと思ったんですけど、やっぱりサーブのミスだったりとか、まあ、サーブレシーブのちょっとしたミスで、コンビが組めなかったりっていうそういうちょっとしたことがやっぱり影響しましたね。ギリシャでもそうだったと思うんですが、ああいうセットを取るか取らないかっていうのが今後に向けて一つの課題だと思うんですけど。そうですね、まあ、ああいうゲームをしてこそ、まあ、全日本に入っているっていう、ああいう世界でああいう舞台であのゲームができるっていうことをやっぱりひしひしと身に感じてもらって、ああいうゲームをどんどん勝ちにいって、まあ、もらいたいと思いますね、はい、キャプテンとしてプレイヤーとして明日に向けた一言。そうですね、まあ、今日みたいな、いい試合もあれば悪い試合もあると思うので、その悪い試合をどうやって、改善していくかということが、明日に向けてのやっぱ課題だと思うので、そういった意味で、まあ、手を抜かずに思い切って、挑戦していきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。